西南戦争はなぜ起こった？西郷隆盛を死に追いやった大久保利通の狙い。ほのぼの日本史アンケートで、ほのぼの日本史で取り上げてほしい事件は何ですか？とアンケートを取った結果、988票の投票が集まり、その中で西南戦争が 33% を獲得して1位となりました。そこで今回は視聴者の皆さんのリクエストに応え、西南戦争について解説したいと思います。西南戦争とはどんな戦争？西南戦争は明治10年1877年に起きた士族による明治政府への反乱で、日本最後にして最大の内乱と呼ばれます。士族とは江戸時代に武士階級にいた人々で、江戸幕府討伐において尽力し、明治政府樹立に貢献しましたが、その士族の一部が明治政府に内乱を起こしたのです。そんな士族の中でも最大の鹿児島士族が中心となり、西南戦争が起きるのですが、鹿児島士族のリーダーだったのが維新の三傑と呼ばれた鹿児島士族の西郷隆盛です。ただ最大の疑問なのが、西郷隆盛はそもそも江戸幕府を倒し明治政府を樹立した側にいた人間であるということでした。本来ならば明治政府を守るべき西郷隆盛がどうして明治政府に反旗を翻したのか、この点を知れば西南戦争の動機が見えてきます。明治政府の政策と目的。明治政府が早急に取り組んだ政策は版籍奉還と廃藩置県です。版籍奉還とは、300もの藩にそれぞれ属していた領地と人民を天皇に奉還、つまりお返しするということです。この時までは中央に徳川幕府という強大な政権があったものの、その周囲の藩には独自の財政と法律がありバラバラに動いていました。藩の規模も上は102万石から下は1万石と、勢力も政治体制も大きく幅があり、天皇を中心に国家として統一した動きを取るのは不可能でした。そこで版籍奉還を実行しますが、実際には土地と戸籍が管理できるようになっただけで、各藩には藩主が残り政治を見ていました。これでは意味がないので武力に踏み切ってもと断行したのが廃藩置県で、藩主は地元から引き剥がされ東京住まいを命じられ、代わりに各地には県を置いて、中央から派遣した官僚である知事を置いて、明治政府が一元的に命令できるようにしました。この時日本唯一の陸軍大将として廃藩置県の指揮を取ったのが西郷隆盛でした。藩がなくなったことで人口の 7% を占めていた武士は失業し、明治政府に不満が集まります。しかし廃藩置県は中央集権化に成功した日本が富国強兵を実現させ、西洋列強に肩を並べる大きな原動力になりました。明治政府の地租改正。地租改正とは土地に関係する税金の改正です。昔の税金といえば米を納める年貢という仏納方式で、実際に平安時代から江戸時代まで年貢により財政が整えられました。しかし米は毎年の天候や気温で出来不出来が変わるので財政は不安定です。明治政府はちゃんと予算を決めて政治を行わねばならないので、米ではなく土地に税金をかけることに決めました。お金であれば不作や豊作に関係なく決まった金額が政府に納税されるからです。この土地に税金をかけることを地租と言い、当初は土地の価格の 3% が税金とされました。一方で当時の日本の人口の大多数を占めた農民は、農作物を売却してお金を作らないといけないので、農作物の価格が下がると必然的に地租が重くなり、主に年貢が軽かった幕府の直轄領で地租軽減の一揆が相次ぎ、地租は 2.5% にまで引き下げられています。西南戦争の遠因。政官論。政官論とは明治新政府発足後の日本で唱えられた朝鮮を武力で開国させようという主張です。明治6年当時、李氏朝鮮は日本と違い鎖国攘夷が国是であり、日本に対しても古式を捨てて攘夷の習俗を取り入れたとして
明治政府の国書受け取りを拒否、対日感情を悪化させ在留邦人と交流した朝鮮人を処罰する法律が出たりしました。かたくなな李氏朝鮮の態度に対し、日本国内でも朝鮮への不満が高まり、当時岩倉使節団として欧米視察旅行に出ていた政府要人に代わり、留守政府を預かっていた江藤新平や西郷隆盛、板垣退助、副島種臣、後藤象二郎のような人々も静観論を主張します。しかし静観論といっても、朝鮮が開国しなければ武力攻撃も辞さずという板垣退助から西郷隆盛のように古式にのっとった礼服で単身商船で朝鮮に渡り、外交交渉で李氏朝鮮を開国させると主張した人までグラデーションがありました。結局西郷隆盛の主張が通り、強硬派の板垣に対しては、自分が朝鮮に渡り殺されるようなことがあれば、その時は軍を出しても道義は通ると説得します。西郷は徹頭徹尾、静観論というより喧嘩論であり、李氏朝鮮に開国してもらい、日朝ともにロシアの南下に備えようというものでした。もちろん政治的リアリストである西郷が、それでも李氏朝鮮が開国を拒んだ場合、武力開国を選択しなかったとは言い切れませんが、問答無用で大砲を向ける当時の帝国主義のやり方と大きく異なっているのは事実です。国内政治優先の欺瞞。西郷の朝鮮派遣は明治6年1873年10月、太政大臣三条実富の決定により決まっていましたが、外遊から戻ってきた大久保利通や岩倉具視、木戸孝允らが、今は国外問題より内政を重視すべきだとして喧嘩論を潰し、土壇場で決定を覆しました。これに失望した西郷隆盛は参議を辞して鹿児島に戻り、板垣退助や江藤新平も辞表を提出。西郷を慕い600名もの官僚軍人が明治政府を辞職しました。これを明治6年の政変と言います。しかし国内政治を最優先するとした大久保や岩倉具視の言い分は嘘でした。明治8年1875年9月、日本は軍艦運用号が高架島付近で砲撃されたことを理由にして衛総島に上陸し、砲台を占領、守備兵を殺害し、武器を略奪します。日本側は朝鮮側の砲撃の責任を問い、交渉のための開国を迫り、明治9年不平等条約である日朝修好条約が締結され、朝鮮は開国させられました。高架島事件を知った西郷は、天理において恥ずべき行為だと激怒し、大久保が日本がアメリカにやられ屈辱をなめた訪韓外交を朝鮮に対して行ったことを非難しています。現在では大久保が静観論を潰したのは国内政治と関係なく、2年近い無意味な外遊で求心力を失った自己の権力掌握の策謀だったとする説も有力です。そしてこの高架島事件こそ現在の日韓関係トラブルの起点にあるものでした。西洋を模倣し帝国主義に走った大久保の罪は重いと言えます。鹿児島に下野した西郷隆盛。下野した西郷隆盛は鹿児島で隠遁生活を送りますが、その存在自体が大久保を中心とする明治政府に対する巨大なアンチテーゼになっており、必然的に明治政府に不満を持つ士族が鹿児島に集まってくるようになります。西郷は自分を慕い集まってくる士族をそのままにしておくと暴動につながると考え、鹿児島の子弟を中心に私学校を設立して入学させ教育しました。明治政府から見ても西郷が士族を抑えているのは望ましいように見えますが、明治政府の考えはむしろ逆であり、西郷そのものを脅威と判断します。私学校は軍事訓練も施しており、何かあれば火薬庫になると恐れていたのです。すでに九州各地では士族反乱が起きていて、明治政府は西郷隆盛が祭り上げられることで強力なリーダーになると考え、鹿児島県の火薬庫の武器弾薬を秘密裏に大阪に移す計画を立てて実行しますが、これを薩摩藩士族が目撃し、
逆に明治政府の弾薬庫を襲撃してしまいます。もともと弾薬庫の移送は明治政府と鹿児島県の話し合いで日時が決まっていましたが、政府は事前通告なしに秘密裏に弾薬を運び出そうとしトラブルになりました。西郷の指示ではなく士族の暴発でしたが、西郷はもはや収拾はつかないと判断、兵を率いて東京に向かう決意をしたのです。西郷の大義。西郷隆盛はどんな気持ちで西南戦争を起こしたのか、この問いは様々な書籍で繰り返し問われますが、資料を見る限り西郷は積極的な戦争を意図してはいませんでした。西郷の状況は陸軍大将として政府に尋問したいことがあるという理由であり、武力衝突を想定したものではないのです。それは県令大山綱吉に、正統軍総督有栖川宮樽人に宛てるよう託した文書からわかります。かなり長いですが、手間をいとわず現代文に意訳して読んでみましょう。陸軍大将西郷隆盛他2名状況のことはかねて通達した通り、すでに去る15日に鹿児島を出発しました。ところが西郷大将の状況においては、私が各府県鎮台に通知しておいたにもかかわらず、熊本県においては未然に超過を焼き払い、そればかりか筋川尻まで押し出し砲撃に及んだとの報告が次々に届き、とても驚いております。そんな折、去る19日、東京政府より鹿児島征伐の命令が出されたと聞きました。かかることで陛下の御心を悩ませ、誠に恐れ多いことでございます。しかしながら西郷大将は政官論争後に辞表を差し上げ、下野して以来鹿児島県下で厳粛に謹慎いたし、かつ数万の士族を教育すべく自費で私学を開いて中高を重んじ生徒を教え導き、決して行く道を誤らぬよう説得し、事実佐賀の暴動、熊本、山口の暴動のある時も鹿児島からは一人も呼応しませんでした。これは日本全国に知れ渡っていることであると確信いたします。西郷大将に一体何の罪があり討伐なさるというのでしょう。言うまでもないことですが、政府要人が犯してはならない国権を犯し、西郷大将暗殺命令を下した疑惑は今や天下万民の知るところです。さらには鹿児島に随行してきた使者が銃器台頭をして私学校生に囚われ、西郷暗殺を命じられたと自白したとあっては、これは容易ならざる事態にて西郷大将が上京し政府の真意を問いただすのも無理もない心情かと思われますが、いかがでしょう。つきましては、いよいよ当県を征伐されるとのことですが、県官から人民に至るまで全て討伐するとのお考えでしょうや、身に覚えのない濡れ衣を着せられては鹿児島県人民皆天皇陛下の民であり、その命令を報じるつもりですが、士族などは動揺し暴発も起こる危険もあれば、一刻も早く陛下より勅書を出し調停していただけるように取り計らっていただきたい。そして西郷大将の本懐、心の望みを遂げさせていただきたく、ただひたすらに願い立てまつるのみです。法を無視する大久保への西郷の猜疑と怒り。この手紙には、政府が西郷を暗殺しようと公然と法を破り資格を送ったことに驚き怒り、その真意を確かめるべく状況を決意したことが書かれています。幕末の騒乱時ならいざ知らず、すでに明治政府が樹立し立法院として参院が置かれ法治国家が誕生したはずなのに、法を無視して資格を送り込む大久保のやり方に西郷は怒りを感じたのです。そして本来ならば単身で上京すべきですが、資格まで放つ明治政府の万能権力者大久保相手では、単身の西郷を捕縛して秘密裏に殺しかねず、用心のために軍と共に上京することになりました。さらに西郷は大山県令に西郷軍の通過ルートを各県省庁に通達するよう命じています。ここではっきりするのは、西郷は戦うために鹿児島を出たのではなく、日本唯一の陸軍大将として
有志先生、少数官僚による独裁に出した大久保の政治に疑義を突きつけに上京したということです。事実、西南戦争は明治10年2月20日、西郷軍の先鋒の連合大隊が熊本県川尻に到着した深夜、新政府軍陳代参謀長の樺山助則中佐が派遣した偵察隊が大隊に発砲した時から始まっており、西郷軍から仕掛けたわけではないのです。そしてこの段階でも西郷の地位は陸軍大将であり、その人物が上京するのを理由もなく政府が阻止し討伐するというのも法を無視した暴挙でした。堕落を極めた明治政府。当時の明治政府がいかに人民政府の名に値しない堕落した存在だったかは、佐賀の乱直後、同じく明治政府の官僚だった井上小足が出した管理改革意見を見ればわかります。1、管理に規律がなく、遊郭で泥酔し万有を誇り、目掛けを備えスキャンダルが外にまで漏れ聞こえる。贅沢に暮らし、負債が山積してようやく慌て出し、商人と結託して日夜そろばんを弾いて私利私欲に励む。2、管理採用にルールがなく、役人の選任は仲間の援助か有力者への要請である。地方によっては一人も採用されないのに一件で数百人採用されるところもあり、皇族の人間は厚かましく頼み込むことができないと役人として昇進は望めない。勢い、有力者の門前に群がらざるを得ない。3、不要なポストが多い。我が国の官制の多くは一種二脚で、長官のほかに大夫、将、二人の次官がいる。中略。そればかりではなく、特定の人のために官職を設け、仕事を増やしている役人までいる。責任は厳しくなく、能力も問われず、上司は窮地を大切にし、情に溺れて免職にしない。かくして官制はいよいよ乱れ、事務はいよいよ滞る。4、民政が収まらない。維新後の民政は急範に及ばないものだ。第一に政府は地方官を軽視し、中央で使えないもののはけ口に地方を利用している。多少才能がある地方官はろくに仕事もしないうちに中央に戻ることばかり願っている。第二に県令に専決権がなく、法律が煩雑で県令の行動を縛るので、県令は法令に盲従し、すべて武断で決定し、民の痛みを見る誠意に乏しい。以下略。5、法律が多すぎる。各省は争って新令を敷く。毎日のように法令が出るので、10日もすると退席してしまい、人民は嫌気がさしている。現在、法と称するものは人民の合議によるものではなく、必要やむを得ず立法されたものでもない。その起源は我が国の慣習によらず、ただ西洋のサルマネである。以下略。このような状態で人民は旧藩時代を懐かしみ、権力を恨むこと甚だしいので、急ぎ官僚機構の改革が必要だと井上は説いています。なるほど、大久保は確かに金銭には清廉だったかもしれませんが、このような腐敗した有志先生の上に独裁政治を敷いていたわけです。これを西郷が見逃すことができないと思ったのは想像に難くありません。共通する自由民権運動と西南戦争。西南戦争に限らず、明治初年の士族反乱は一括りに不平士族の反乱とレッテル貼りされ、特権を奪われ生活の困窮に追い詰められた旧下級士族が自暴自棄になり起こされたと教科書でも説明されがちです。しかし、それら一連の不平士族の反乱の発端に、大久保らの独裁政治を批判して下野した板垣退助や後藤象二郎が出した民選議員設立憲白書の意義に着目しないといけません。民選議員設立憲白書で板垣らは、まず日本の政治権力が天皇にも人民にもなく、ただ少数官僚にあることを批判し、この弊害を打ち破るには広く人民の意見を反映させるべきで、人民の代表者による議会を設立すべきと提言します。この民選議員によって少数官僚の独裁を抑えて操縦し、
政治は初めて人民の共有物になるとしたわけです。西南戦争後、自由民権運動は全国的な広がりを見せますが、その運動家たちの中には西南戦争を含む士族反乱を生き残った人々が大勢いました。彼らは刀をペンに持ち替え、言論の戦争を有志先制の政府に挑んでいきますが、それは単純に時代に取り残された特権を奪われた士族の私的な不満によるものだけではなかったのです。自由民権運動も西南戦争も、法を制定した者が都合が悪くなると法を破って平然としている状況に疑義を唱え、改革を求めたという意味で共通していました。いえ、最後は決して戦争を意図せず、進軍ルートを通知し、公明盛大に東京まで行き、大久保と膝を突き合わせ、事態の収拾を図れると信じたのですから、これもまた言論による政府への抗議の形だったとカワウソは考えます。大久保を切った男。かつての盟友西郷隆盛の尋問を受けようともせず、西南戦争で葬っておりわずか7ヶ月後、明治政府の権力の頂点に立った大久保利通は、石川県の士族島田一郎らにより清井坂で襲撃され、めった切りに切り刻まれる無残な最後を遂げました。しかしこの清井坂の変、主犯格の石川らの支援で大久保がとばっちりで殺されたように解説されることが非常に多いようです。ところが調べてみると、これも的外れであり、島田一郎はとばっちりどころか明確に大久保暗殺を狙っており、その理由をちゃんと記した斬奸状をテロに至る前に作成し、各新聞社に送っていました。ただ今も昔も権力に弱い新聞社はその内容を恐れ掲載せず、唯一長野新聞だけが斬奸状の内容を手短に掲載し、即日発行中止になっています。斬奸状によると、大久保を切った理由は以下の5箇条でした。1、議会を開かず民権を抑圧し政治を専制独裁した罪。2、法令を乱用し私利私欲を横行させた罪。3、不及の工事無用の就職により国財を浪費した罪。4、忠節幽国の死を排斥し内乱を起こした罪。5、外交を誤り国権を失墜させた罪。テロ実行犯の島田一郎はただの時代に乗り遅れた不平士族ではなく、政官論者であると同時に急進的な民権論者で、戊辰戦争で手柄を立てて軍人として順調に出世した人物でしたが、政官論争で西郷隆盛の下野に同調して軍人を辞めた人でした。彼は決して維新に乗り遅れた人物ではなく、むしろ勝ち組に属していました。ここから見ても明治維新で特権を失い自暴自棄になった不平士族が支援で大久保を切ったのではないことは明らかです。今で言えばテロリストである島田一郎にも自由民権論者としての板垣退助や後藤象二郎、江藤新平にも西郷隆盛にも、国を私物化して敵対者を法を無視してまで排斥する大久保への憤りが共通して存在します。彼らはバラバラに大久保を非難していたのではなく、行動のタイプは違えど同じ問題意識を共有していたのです。大久保利通と井伊直弼。西郷隆盛が倒幕を考えるようになった契機は安政の大国後のようです。そこには将軍後継者問題で一橋慶喜を擁立していた一橋派に対する井伊直弼の厳罰処分が関係していました。安政の大国では橋本左内、梅田雲美、吉田松陰、来三木三郎、安島立脇、宇賀井吉左衛門、宇賀井幸吉、千の根伊之助、飯泉紀内、日下部伊宗次、藤井直輔、新海、近藤昇進、中井和馬らが切腹死罪となりましたが、松平義長の回顧録伊辻志保には橋本左内らについて表情書から流罪や追放、英蟄居が妥当との意見書が大老井伊直弼に提出されたものの、数日後に死刑の付け札がついた書類が戻ってきたとあります。しかし元来
付け札は評定書の決定を軽減する温情のために存在するものであり、罪を重くするということはありませんでした。井伊直弼は恣意的に法を曲げて流罪や追放、英蟄居とされた人間を殺してしまったのです。それも攘夷も開国も関係なく、ただ紀州派のライバルである一橋慶喜を将軍に推していたという支援によってです。西郷には大久保のやり方がかつての大老井伊直弼と二重写しに見えていたのでしょう。明治維新は少数の譜代大名が徳川氏のために政治を行う旧来の政治をやめ、天皇のもとに上下が力を合わせ政治を刷新することを理想としました。それが維新が成就するや、藩閥が政治を私物化し、大久保利通はその上に独裁政治を敷き、敵対者を非合法な手段で抹殺しようとしている。まるで安政の大国の井伊大老のように。一体自分たちが目指した維新とは何だったのかを改めて大久保に問い直したくなったのだと考えられます。一蔵殿、お藩の骨は井伊大老と少しも可愛もあんぞ。西郷は西南戦争の間ずっとそのように東京の大久保に問いかけていたのではないでしょうか。西南戦争の後、日本は決定的に進路を誤った。西南戦争は前述した通り、明治10年1877年2月20日熊本城近くの川尻で西郷軍の大隊と政府軍の偵察部隊が遭遇し、政府軍が発砲したことで火蓋が切られます。西郷軍は熊本城を包囲、熊本城を守る新政府軍は4000、それに対して西郷軍は1万4000でした。熊本城を落とせばさらに九州各地の不平士族が立ち上がる可能性もありましたが、最初から戦うつもりのない西郷軍に武器と弾薬の備えは乏しく、豊富な物量を持つ新政府軍が続々と熊本に援軍を送ってきたことで次第に苦戦していきます。西郷軍は新政府からの援軍を食い止めようと、途中にある田原坂を遮断しようとし、新政府軍と激闘が繰り広げられます。しかし兵站を備えた新政府軍と鹿児島から持ってきた物資以外に補給ができない西郷軍では、勝敗は最初から明らかでした。田原坂が新政府軍の手に落ちると、熊本城からも西郷軍に攻勢に転じ、西郷軍は撤退を開始します。そして西郷隆盛はわずかな手勢とともに鹿児島県の城山にこもり、9月24日別府新助に解釈を頼み果てたのです。7ヶ月後には大久保利通も独裁者のまま島田一郎らによって無残な最後を遂げます。ですが大久保の敷いた政治路線、西洋型帝国主義はその後の政治家そして官僚にも途絶えることなく踏襲されました。高架島事件は現在の韓国との間の歴史問題として禍根を残していますし、政官論反対派だった大隈重信は第一次世界大戦中の大正4年1915年、戦争の混乱に乗じて大使21か条の要求を当時の遠征外政権に突きつけ要求を飲ませますが、中国人民の猛反発を受け、今日までつながる中国の反日感情の出発点を作ってしまいました。道義などいらない、この世は勝者が正義であり弱肉強食こそ真理という帝国主義路線を、明治6年の政変以後日本は顧みることなくひた走り、大東亜戦争では欧州に遅れて帝国主義の路線を走った大国アメリカと激突。ここに至り初めて正式にアジア解放の大義を掲げてみたものの、そこまで自らも帝国主義を走ってきた矛盾はついに解消できませんでした。歴史に異譜はありませんが、西郷が主張した通り李氏朝鮮の国体を尊重し軍隊を引き連れず、西郷が単身で古式の礼服に身を包み懸命に道義を説いて朝鮮政府を説得したならば、その後の歴史はどうなっていたでしょうか。仮に交渉が不調に終わり最悪西郷が殺される事態に至っても、日本は西洋の奉還外交を真似しなかった道義の国だという評価が現在まで残ったのではないかと思います。そしてその後の日韓関係、日中関係は今とはかなり違うものになったと思うのです。西南戦争まとめ。
西南戦争を望んだのは西郷隆盛ではなく大久保利通でした。彼は明治6年の政変以後、自己の権力欲に取り憑かれた独裁者になり、配下の大慶子川路利長を使って自身に批判的な要人をマークし、自らに挑んだ江藤新平を追い詰めて佐賀戦争に追い込み、法律を無視した暗黒裁判で斬首という屈辱を与えて殺します。そして国内政治優先という美名で政官論を潰しながら、西洋列強が不平等条約に文句をつけないと知るや、高架塔事件を起こして訪韓外交を展開し、李氏朝鮮と不平等条約を締結しました。九州で士族反乱が起きると、西郷を警戒し刺客を放って殺害しようとし、その執拗な態度に安政の大国の井伊大老の姿を見た西郷隆盛は、大久保の政治姿勢を尋問すべく軍を率いて上京しますが、大久保はそれを認めずに軍を出して西郷軍を阻止し、その先端が開かれたのが熊本だったのです。大久保は西郷を恐れ、西郷を上京させれば身の破滅だと怯えて、法律を無視して西郷が反乱を起こしたと決めつけて攻撃したのであり、その行動には正当性の欠片もありません。西南戦争に本当に負けたのは、己のやましさに向き合うことを避け、西郷を殺すことで権力延命を図った大久保利通だったのです。最後までご視聴ありがとうございます。今回のほのぼの日本史はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからもほのぼの日本史をよろしくお願いします。